金大地光介黒乱姫、黒乱姫は横溝正史の短編推理小説。金大地光介シリーズの一つ。本作は1948年1月から3月にかけて読み物時事に連載された。角川文庫、殺人鬼春陽文庫、坪中美人に収録されている。京橋裏の三角ビルに構えた。 金大一光介の探偵事務所が登場することで注目される作品である。また、轟警部の金大一シリーズ初登場作品である。なお、本作では金大一が犯人の自殺を制止した直後に、轟警部が身柄を確保している。したがって、この時、金大一と轟警部が物理的に近接した位置にいたことは確実だが、何らかの会話などがあったかどうか。 不明確である。そもそも、この時両者の間に面識があったかどうか不明である。閉店間際の銀座のエビスや百貨店3階の宝石売り場で、新人店員の伏見淳子の前に黒い街灯を着て、黒いベールをかぶった女が現れ、ショーケースからブローチや指輪を次々に出させて、品定めをし始めた。その最中に、ベールの女が万引きするのを目撃した淳子は、 先輩店員の磯野秋がトイレに駐座していたため3階の主任の沢井啓吉に目配せして万引きを知らせた。そうして沢井がベールの女を引き止めようとするのを隣の婦人服売り場の柴崎玉前が気がつき止めようとしたが間に合わず引き止めた沢井はベールの女に差し殺され女はそのまま逃走してしまった。事件の知らせを聞いて駆けつけた警視庁のとどろ警部は 関係者から、ベールの女の荒ましを聴取した。それによると、黒乱姫と、あだ名されるベールをかぶった女が、時々、エビスや百貨店に現れては万引きをするが、その万引きを捉えてはならず、後で、万引きされた品物の伝票を支配人のカスや、六助に回す規則になっている。ただ、事件が起きた時は、宝石売り場には、新人の純子しかおらず、また視察された。 沢井も一週間前に大阪支店から転勤してきたばかりで、どちらも黒乱姫とこの規則を知らなかったため、黒乱姫を引き止めようとしたのである。黒乱姫は、その粗そ,そたる容姿と贅沢な服装から上流階級の令状とみなされており、おそらくカスヤが黒乱姫の家に万引きされた品物の代金をまとめて請求しているのだろうと考えられた。そこで、 轟警部はカスヤに黒、ラン姫の蘇生を追求したところ、カスヤは黒、ラン姫と殺人を犯したベールの女は別人だと主張した。最近、黒、ラン姫の家に請求する伝票に記載があるが、黒、ラン姫の家の金庫に保管されてはいない品物があり、どうも黒、ラン姫を装った別の万引き犯が現れているように思われる。そして、3階の主任をしていた。 宮武近次にだけその疑惑を打ち明けて、気をつけるように注意していた。ところが、宮武は一週間ほど前、不都合があって解雇したという。そして、カスヤの尋問中の轟き警部に、その宮武が七階の喫茶室で殺されているのが、見つかったとの知らせが入る。コーヒーに入れられた生酸狩りによる毒殺であった。そして、テーブルには二脚のコーヒー茶碗が残されており、 宮武家の前に座っていたのは、黒い街灯を着て黒いベールをかぶった女だと、店員は証言した。とどろき警部が黒乱姫に会うため、カスヤの案内で、エビスや百貨店社長の任意の強兵の家を訪れた。黒、乱姫の正体は、社長令状の玉城で、自分の店から品物を万引きしていたのであった。そこへ帰ってきた玉城が、とどろき警部を見て驚いたはずみで、 床の上に落とした手下げカバンの中から、地に染まった担当が飛び出してきた。玉木は、実は、カスヤの婚約者であり、彼女にかかった濃厚な権威を晴らすため、カスヤは、京橋裏の三角ビルの探偵事務所を訪れ、近代地光介に、真相究明を依頼する。NHKBS プレミアムのシリーズ横溝正史短編集、近代地光介登場の第一回として、 2016年11月24日に放送。演出、脚本は、宇野増すが。物語の内容はほぼ原作通りであり、セリフやナレーションのほぼすべてを原作から抽出した文言で構成しているが、叙述順序は変更されている。大きなところでは、カスヤロクスケが近代地事務所を訪ねるところから語り始めて、カスヤの説明内容を映像で示す形で原作の、 冒頭部に遡っており、他にも細かい順序変更が多数ある。また、登場人物の動きを簡略化する以下の改変が見られる。ありがとうございます。